野ギ宗春は、江戸時代前期の大和国野牛藩の四次。署名は五郎兵衛、通称は、大前、内前、心衆。慶安二年野牛家当主、野ギ宗冬と、京国高通りの娘の長男として、江戸に生まれる。野ギ家は、代々徳川将軍家の剣術指南役を務める、家系として知られ、宗春も四大将軍。 徳川家綱の指南役である父、宗冬より、家電の進化減流を学んだ。明暦2年初めて家綱に配慮し、漢文5年正月の稽古始めで父と共に家綱の稽古相手を務めると、以後、家綱の稽古には常に昇番するようになった。野ギウケル以来の記録、玉、境周囲によるとその人柄は、性質優美にして、若くして、 人の勘と称されたといい、新陰流の術に達したほか、和歌も好んだとされる。やがて父、宗冬は芝、新堀の別邸に移り、宗春は虎の門の本邸にあって、共に門人を分け合って、新陰流を教授するようになった。宗春が指導する虎の門には、多くの門生が集い、長者として慕われたというが、遠方3年1月13日に突如放送を。を わずらい、同年2月4日に、家督相続を前にして27歳の若さで、創生した。遺体はその日のうちに、江戸の広の理事に埋葬され、後に、野牛家の母大寺である、野牛将吉の理事にも墓所が作られた。将来を職望された着難の死は胸冬に衝撃を与え、胸春の死から3ヶ月後の遠方3年4月に、胸冬は病に倒れ、 同年9月に死去した。野牛家の家督は、宗春の弟、宗在が継いだが、宗有も36歳で創生したため、その後を、当時16歳に成長していた、宗春の子、年方が継いだ。吉野理事家にある、野牛一族の墓所。中央左が宗春の墓。ありがとうございます。